今日から一部施行される改正・健康増進法では、子どもや病院の患者など受動喫煙の影響を受けやすい人のために、学校や病院・行政機関では原則、敷地内で禁煙です。また、改正法では喫煙室は屋外に設置することが義務付けられています。札幌市豊平区の北海学園大学では、今日からキャンパスを全面禁煙とすることを宣言し、喫煙所の撤去や 敷地内全面禁煙の張り紙を設置しました。来月、来年4月には飲食店や職場などでも原則禁煙が義務化されます。